はい、秋元一です。コログを900個すべて取った後、クリア率を 99% から 100% にした時の方法を解説したいと思います。クリア率を 100% にするには、4体の神獣の解放、120箇所の祠の起動、900個のコログの発見、そしてすべての地名を表示するというのが必要です。このうち私がコログをすべて取った後、最後まで残っていたのが地名表示で、こちらの12箇所になります。さらにネット上で他の方が最後まで残っていたと言っていた26箇所がこちらになります。今からこれらの合計38箇所について地名表示をさせた時の様子を紹介していきたいと思います。
はい、ということでクリア率を 100% にするときに最後に残りやすい38箇所の紹介でした。今回紹介した以外の場所が残っていたという方はぜひコメント欄の方で教えていただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったという方はチャンネル登録高評価の方をお願いします。またビルダムの方では毎日ライブ配信を行っておりますので、よろしければ概要欄のリンクの方からお越しください。では。